ご案内の通り、落語は何も長屋の八っつぁん熊さんだけが登場するわけじゃありませんで、江戸を離れて地方へ行くこともありますね。それから登場するものも人間以外の動物が登場して、それがどういうわけだか人間と同じように口を聞くなんてことがありますね。昔の小話にこういうのがありますね。ある山の中で、その山に住んでいる狐、タヌキ、蛇、ナメクジ、いろんな動物が集まりましてね、珍しいな、一杯やろうか、水か、よせよ、酒だよ、だってここに酒なんざないよ、買ってきなよ、どこで、酒屋だよ、酒屋、売ってくれるかな、拾った銭があるんだ、それ向こうへ回しゃあね、向こうだって商売だよ、こっちに渡してくれらな、そらあんまり使いってえな、したことねえからな、誰か他に、そうだな、誰か酒屋行ってこねえか、ちょいと遠いからね、峠一つ越さなくちゃいけねえから、誰か足の達者なやつ、ムカデ、お前行ってこい、お前ならいいだろ、分かってるか、峠一つ越したところ、分かった、じゃあ俺酒買いに行ってくるから。ムカデバカに遅いね、もうそろそろ戻ってこなくちゃいけねえ自分だぞ俺、何してやんだろうな、道が分かんなくなった、んなことねえや、一本道だな、あいつは酒好きだからな、みちみち飲んじゃってケールにケーれねえと、いやだな、心配だぞ、誰か見に行ってこい、帰る、お前ぴょんぴょん跳ねながら行ってくれ、分かってんだろ、峠一つ越したところ、じゃあ俺向かって見に行ってくるから。カエルが表へ出ようってんで障子を開けて土間をひょいっと見る、なんだ、ムカデいたのか、行ってきたんだろ、これから行くの、何してんだよ、さっきからわらじ履いてんだよ。これは安永年間の小話です。安永年間ですよ、今からおよそ1億5000万年ぐらい前になりますかね、江戸時代に小話本のブームがありました。でその中から今日20分30分と一席にまとまった小話もどっさりありますが、まあこうか不幸かこの話は小話のまんまでこう来ましたけどもね、まあ足のいっぱいあるムカデが一生懸命わらじをつけて、多分汗拭きながらね、まごまごもたもたしてるんでしょうね。そういう絵を頭にこう描くと本当に面白いなと思うことがありますが、これから申し上げます話は今から1000年ほど前です。越後の中条に尾方寺というお寺がありました。今でも新潟県の中条町にこのお寺はありますが、そこの行門和尚が毎日本堂で、朝早くから、法華経の読経をするわけです。と裏山から2匹の猿がやってきて、縁のところでそれをじーっと聞いております。昼過ぎ村の衆が集まってきまして写経を始めると、また2匹がやってきて縁側に上がり込んでその写経をじーっと見ている。どうやらこの2匹は妙刀猿のようで、雨の日も風の日も毎日毎日やってくるんで、これこれお前たちは何か、腹が減ってこの寺に来たのか、キャッキャッ、そうじゃないのか、遊び相手を探しに来たのか、キャッキャッ、ならば仏様に何かお願いがあるかな、キャッキャッ、首を縦に振ったぞ、お願いがあるか、なんじゃ、2匹が相談をしているよ。そのうちに2匹が庭へ降りると裏山に消えていきました。しばらくすると2匹が戻ってきました。見るとオスの手には1枚の木の皮、キャッキャッキャッ、おお、わしにこれをか、ありがたく頂戴しよう、これに、なんじゃそれは、何か書いてくれというのか、キャッキャッキャッ、そ
うか。お前たちの名はないであろうな。何を書けばよいのじゃ。おお、なるほど。ここへ写経しろとこういうのか。キャッキャッ、そうか、よしよし、書いて死んぜよ。行門和尚が木の皮に「法華経」の出だしの一節をこう書いて猿に渡しました。とメス猿の方がお礼のつもりなんでしょう。木の実を和尚へ。おお、わしにお布施か。こらあ、かたじけないな。いやあ、ちょうだいしよう、ちょうだいしよう。二匹はうれしそうに手に手を取って裏山に消えました。で、次の日朝度胸を聞きにやってくる。昼過ぎにはお写経を見にということで、木の皮とお礼の木の実を持って、これも毎日毎日やってきまして、お尚様、お尚様、おお、もう十じいさん、村の方々大勢さんで、何かご用かな。村の者と相談いたしましてね、あの二匹の猿ナナシというのはかわいそうじゃ。名前をつけやした。おお、二匹も喜ぶであろうの。なんとつけましたな。はい、オスをホケ、メスをキョウといたしましたが、お嬢様いかがで。あ、なるほど、ホケとキョウ、法華経、こらあ、よいなじゃ。これ、これ、これ、お前たちに名がついたぞ。オスが法華、メスは経、そろって法華経じゃ。よいなじゃろう。村の衆がつけてくだすったぞ。うん、この茂十じいさんは今年70になる。お前たちもあやかって長生きするのじゃぞ。喜んでおるわ。相変わらず毎日毎日通ってきまして、木の皮にお写経をおねだりいたします。そのうちに村の衆がこの木の皮に移した法華経を黙示経というようになりました。二月ほど経ちます。冬に入りまして、冷たい風が吹くようになる。白いものがちらつく。これがものすごい吹雪に変わります。と二匹がパタッと姿を現さなくなった。おや、どうしたのかと思っているうちに、行門和尚、風をこじらして床の中に横たわりました。これが癖が悪くてなかなか治らない。やっと10日経って床上げ、雪も止みまして、檀家の一人茂十じいさんを伴って裏山に法華と経を探しにやってきました。まだ雪は残っております。その雪をかき分け踏み分け、法華経よ、法華経らんか。行門和尚が沢を上がっていくときに足元を滑らせましたが、ダダダダダダ、雪が崩れて途中しっかりと開いた穴、雪の肌を滑るように差し込んだ冷たい日差し、中を見ると大して深くありません。奥に何やら黒い影。おお、ここにおったか。ホケ、今日探しに来たぞ。出なさい、雪は止んどる。ホケ、今日、おかしいな。茂十じいさん、茂十じいさん、はい、お嬢様、いましたかな。うん、どうやらこの奥にいるようだが、私では手が届かない。茂十じいさん、お前さん手を入れておくれ。お前さんは村の中で一番手が長い。おまけに指先曲がっとる。いやー、ぬこぶだな、お嬢様。わしは泥棒じゃねえ。まあまあ、これは冗談だ。ああ、今までにも随分と屋根に引っかかったものを取ってもらった覚えがある。ちと手
手を入れて、はいはい、わかりました。おお、いるようじゃの。おお、ホッケじゃ、ジョーじゃ。お嬢様、絵描く冷やっこいでございますが、早くに、はい、お待ちくださいまし。ホッケ、お嬢様、手をくれてございます。抱き寄っておる、抱き合っておるな。凍えて死んだか。かわいそうなことをした。もう少し早く探しに来れば助かったかもしれんの。もじゅうじいさん、見なさい。ホケと今日は両手に木ひきょうをしっかりと握っておるぞ。はい、お嬢様、穴の奥にはどうやら木ひきょうがきれいに積まれておりますぞ。さようか。ホケと今日は法華経を握りしめ、法華経に見守られ旅立った。極楽往生したことであろうの。和尚様、早速穴掘って埋めて。いやいや、寺で手厚く葬ろう。はい、二人は二匹を抱えるようにいたしまして山を下りました。すぐに猿塚を建てました。木秘境は寺の宝として大事にいたします。で、この和尚が二匹が木秘境を握って抱き合っている木像を彫った。さあ、これらが評判で、もじゅうじいさんは案内役ということで毎日毎日忙しい。さあさあさあ、拝んでくだされや、拝んでくだされや。ホケと今日が固く固く抱き合って握っておったのがこの木秘境だ。拝んでくだされ、拝んでくだされ。わしはこの七十になるまでかほど仏様のものを大事にしたことがない。まことに恥ずかしい。上門和尚様に書いていただいた法華経の紙などは時々はばかりの紙に使いましての、罰が当たりゃせんかとこないだ和尚様に謝りました。和尚様の言うには、まあ気にするな、それでも役に立っておるわと、こうおっしゃってくださった。役に立っておるわと和尚様言っても、人の役には立っておりませんと言うと、和尚はにっこり笑って、知り合いの役に立っておると。当山の上門和尚はお釈迦様のようにありがたいお方じゃ。さあさあさあ、こちらへこちらへ。これが象じゃ。この寺に象いますかな。猿の象じゃ。猿が象になりますかな。見なされ、抱き合った法華と経の木像じゃ。ああ、これでございますか。なるほど。あの、見ざる言わざる聞かざるってのありますがね、これなんて猿だ。抱き合っておるじゃろ。離れざるじゃい。離れざるかな。まあ、いつ頃からかな。今を去ることじゃ。ああ、そうですか。ありがてありがて。まあ、人間もこのように離れざるが一番いい夫婦じゃ。拝みなされ、拝みなされ。当山はありがただくさんお法事じゃ。拝ましてもらうだよ。金剛金在からまあ三経の衆が毎日毎日ダーッという行列ですよ。この行列が越後の尾法寺から江戸の飯野ホールまでつながったの。ああ、えらいもんですね。あっという間に40年経ちました。ある日のこと、40前後の冬
夫婦連れがこの寺へやってきまして、ごめんくださいまし、お頼も申します。ごめんくださいまし。へい、へい、おいでなさいまし。お写経をさしていただきたく女房と一緒に伺いましたが、あ、さえですか、本堂の方へどうぞ。それから木碑経と離れざるの像を拝観させていただければ、本堂でございますから、さあどうぞ、さあどうぞお上がりくださいまし。えい、こちらでございますから、どうぞ。さよですか。はい。ほう、黙秘経、黙秘経じゃ。あなた、離れざるが、ほう、二人はもうおえつで声が出ません。しばらくずっと泣いておりました。経机を借りまして、二人がお写経を始めました。近年、近年おらんか。へい、お師匠様。最前お写経の方がお尋ねのようじゃが。へい、本堂で今やっております。さようか。ああ、ちと一休みなされと、お茶をお出しなさい。へい。あれ、おいらの目が変なになっちゃったのかな。ちょっと人に確かめてもらおう。西念さん、西念さん、なんだ一年、ちょっと本堂へ来ておくれよ。何、さっきお写経に来た旅の夫婦連れでしょ。うん、それがね、ちょっとおかしいんだよ。どうおかしいの。今お茶差し上げようと思って行ったら猿になってんだよ。なバカなことあるか。だってそうなんだよ、猿がお写経。なんか相当昔そういう猿がいたっての聞いてるけど、あら作り話だよ、そんなバカな。いや、何度も何度も見直したんだもん。だからさ、一人じゃ心もとないからさ、ちょっと見てくれよ。分かった分かった、いいよ。どこなんだい。だからさ、本堂だよ、こっち来てくれよ。西念さん、見とくれ、ほら、猿が2匹お写経してるよ。んなバカなことあるかいさ。何言ってんの。人間が来たわりじゃないか。え、猿だよ。どう見たって人間だよ。抜くとないよ、猿だよ。どうかしてんじゃねえか。人間だよ。これこれこれ、なぜここでいさかいをしとる。お嬢様、この人間が強情張ってんです。猿が写経してる、猿が写経してる。私が見るとどう見たって人間なんです。私嘘をついておりません。どう見ても猿がお写経してんです。だから西念さんに確かめてもらおうと思ったら、私のことをバカだ、嘘をついてる、強情だって。これこれこれ、泣くな泣くな。よしよし、わしが見て死んぜよ。なるほど、なるほど。いや、陳ね、お前が猿と見たのは当然じゃ。誰見ろ、やっぱり猿だ。いやいや、西念、お前が人間と見たのも当然じゃ。で、両方当然なんですか、お嬢様。いずれわかる。よいか、陳年西念、このことは人に言うでないぞ。他言無用。よいの。それからな、陳年、これからあのお二人の世話は
お前がするのじゃ。え、私が、私猿の世話を。いやか。いやってわけじゃありませんが、やります。私猿年ですから。わしも猿年じゃ。よいか、必ずするのじゃぞ。へい。このお写経に来た二人、近くに旅籠を取ってあるのでしょう。毎日毎日やってきちゃお写経をいたします。法華経の四の巻が終わり、いよいよ五の巻、女人往生にかかろうとした時、二人の筆がピタッと止まった。そのうちに二人は抱き合って泣き始めたんで、和尚様、大変です、大変です。想像しいな、ちんね。どうしたんじゃ。二人が抱き合って泣き始めたんです。お写経なんだしてないんです。何、お写経をやめて泣き始めた。様子を見に行くと、ちんね、お前もついてきなさい。なるほど、お二方いかがなされましたかな。お嬢様、お写経の筆が止まりましてございます。さようか。五の巻にかかる筆が止まった。遠慮せずお続けなされ。いえ、我ら二人にはもう無理でございます。なぜじゃ。はい、今日が日まで隠しをせ、人に知らせる身の上なれども、五の巻にかかり、その筆が止まりしゆえ、よんどころなく身の上を申し上ぐる。始まりはこれなる木の皮のお写経。何、この木写経かな。はい。伊達天皇の御法宝寺本堂に法華経の読経写経ありしとき、この裏山に中用住みたるおざる、めざる、妙都の猿が現れいで、その経に耳を傾け、木の皮に移していただく経を指でなぞれば、その法華経もそらんじて、経はもとより仏の声、猿は知恵ある獣ゆえ、お礼のしるしに出す木の実に、民百姓は喜びの声を初めてあげしより、その二匹を法華経と名付けたの。その猿は我らの前世、我ら夫婦はその猿の生まれ変わりでござりまする。おお、さようか。法華と経か。はい。輪廻転生いたしたか。はい。さようか、さようか。で、五の巻で筆が止まったのは40年前。我ら猿は五の巻にかかる嬉しさに吹雪にもめげず、木から木を沢を渡りしが、我が妻が足を滑らせて落ち込み打ちて瀕死の深で
すぐさま妻を背負いて穴に戻り手当ていたせど、悲しいやな、飢えと痛みでただただ冷たくなるばかり、木卑怯を握りしめ妻は息を引き取りましてございます。残りし我は石より敵我が妻をかしと抱きしめ、そのうちに我もまた迎えに来た眠りに包まれ、妻の後を追いましてござりまする。さようか、なるほど、これで合点した。それで四の巻を終え五の巻で筆が止まったか。さようか、これも縁じゃ。陳年、縁じゃぞ。はい。お二方、山から抱えておりましたわしと死んだ文字うじいさん、文字うじいさんの孫がこの陳年じゃ。縁あればこそこの二人には猿に見えたのじゃ。お続けなされ、お社長。はい。都から国司としてこちらに赴任いたしまして三年たちます。やっと探し求めた尾っぽうじ、なれど明日都へ戻らなければなりませんので。さようか、さようか、せっかくこうして話ができたのにのう。陳年、無念、無念じゃの。もう少し言ってくださいよ、頼みます。縁がありましたならばまた伺いますので、お達者で。うん、気をつけての。はい。二人が参道を歩きながら何度も何度も振り返ってお辞儀をいたします。本堂から見送る和尚と陳年、また来てくださいよ。絶叫した時に陳年がこらえていたものを目からドッと落としました。その涙の向こうに去っていく二人の姿が小さく小さく消えていきました。暖かい春の日差しを抱え込んだ境内で鳥たちも名残を惜しんだんでしょう。高い杉の木の上でこの葉月が仏法僧。おお、陳年、聞いたか、この葉月が三宝を唱えてさえずっておるわ。和尚様、向こうのうぐいすの小枝で、きれいに小枝でうぐいすが鳴いてますよ。ほーほけっ。